中年オタッキーです。大寒波が来ておりまして非常に寒くなっております。さっきねトラックを洗ってたんですけど、もうね洗ったとこから凍っていくんですよねこういう時洗っても綺麗にならないんですけどね。まあうちの会社ね週に1回は絶対洗車しなきゃいけないっていうルールがあるので、仕方なく洗いましたけどね。本当にね皆さんもね非常に寒くなっておりますんでね、風邪とかひかないように、あと、北陸とか東北とかねものすごい雪になってる地域も多いと思いますんで、ね雪で滑って怪我したり、あの雪下ろしやってて怪我したり、なさないようにご注意くださいね。今日はこのカメラね、一時ねオリンパスの OM2 をあの大量に間違ってっていうかあの酔っ払ってっていうか仕入れてしまった時の、カメラですね。これ OM2 なんですけども、でレンズがね、28mm の 3.5 がついています。このレンズがなかなか定評があるレンズということで、広角スナップを撮ってまいりましたんで、動画を作っていこうと思います。はい、それでは動画スタート。はい、このオリンパス OM2 なんですけどね、OM2N の動画は結構作りましたけど、確か OM2 の動画は初めてじゃないかな、デビューはね。で、発売が1975年だったのかな。でね、価格がね、当時の価格でボディが7万6000円なんですけど、ブラックボディね、この黒のボディはなんと4000円プラス、8万円したそうです。でレンズ付きが F1.50mm F1.8 付きが9万4500円、50mm F1.4 付きが10万2500円、55mm F1.2 付きが11万8500円ということで、これいずれもシルバーボディの価格ですね。で仕様としてはね、35mm フォーカルプレーン自動露出制御電子制御シャッター式一眼レフカメラ、重さが 690g、 これは F1.8 のレンズ付けの時ですね。でフィルム巻き上げレバー式、フィルム巻き戻しクランク式、シャッター形式電子制御式フォーカルプレーン横走りですね。シャッタースピードはバルブから1000分の1まで、あとスクリーンも交換可能で、ファインダースクリーンの視野率は 97% で、シャッターの耐久性は10万回ということで、まあ、10万回ということでね、フラッグシップ機にも、まあ、勝るとも劣らないという、仕様になっておりますね。でね、もうあの結構ね、これプラスチックなんですね。これプラスチックなんですけども、結構簡素に作ってある。これね、あの化粧板もね接着してあるだけとか、結構簡素な作りです。で非常にコンパクトですね。ちっちゃいんですね。まあオリンパスのね、一眼レフ OM システムはね、あのみんな、ちっちゃく作ってあるというね、特徴があるんですけども、でまあ蓋を開けたら、まあこんな感じでもう真っ黒黒に、このフィルムのスライドレールはね、金属ですけどね。だから一応中身は金属、ダイキャストかな。で作られております。その割にはまあ軽量ですけどね。で、音的にはね、マニュアルにしてみようか。マニュアルで250分の1の音はこんな感じ。非常に静かです。うん。とっても静かなんですね、この音がね。低ショック、低音設計ということで、この現代のカメラにも匹敵する、もしくはそれ以上に静かかもしれないですね。でいろいろ変わってるところがね、まずここ、これね、これ露出補正がダイヤルがここにあるんですね。でこれでつまみを引っ張り上げながら回すと、感度調整ができるんだったかな。うん、感度調整、引っ張り上げたら回すと感度調整ができます。で最低感度がやば、これ最高だ。最高が1600だね。よいしょ。最低は25までみたいです。OM2N は12までいけたんですけど、これは25で終わりみたいですね。うん、その代わり、どっちにも露出補正できるのかな。あ、ごめんなさい。12までありました。12までありますね。ただ12までするともうプラス補正はできないですね。
で、まあ、OM2N とここは一緒です。で、他にもね、変わったところ、このレンズのね、マウント部。ここにね、シャッタースピードをコントロールするダイヤルがありまして、で、このレンズの先端に絞りがね、ついております。で、このカメラをね、購入した時とかに注意するところはね、電池を交換すると必ずリセット作業が必要になります。これをね、知らないで、故障してると思ってね、ジャンクで売ってる人もすごく多い。実はこのカメラもそうでした。故障品ということで買ったんですけど、全然故障してなかったんですね。ジャンク品だったんですけど、まるっきり故障してなかったです。で、まあ、リセットの方法は、まず電池を交換しますよね。電池を交換したらね、シャッタースピードをね、バルブにするんですけど、これを押しながらじゃないとね、この下にね、リセットって書いてある、このボタンを押しながら、よっと、バルブにすると。ほんで、シャッターをね、一回切ったらもうリセット操作が完了ということになりますね。で、普通に後は撮れます。今、電源が切れてた。これオートになる。で、オートの部分、これ AE が使えるんですけども、絞り優先 AE とね、シャッター優先 AE っていうのは確かできないんじゃないかな。シャッター優先、絞り優先 AE になりますね。これシャッタースピードのダイヤルがバルブ以外のところどこでもいいんですけど、どこに合わせてってもオートにすると絞り優先 AE になります。今1000分の1のところにね、合わせてるんですけどね。こんな感じですね。で、スローシャッター時、30分の1以下で、TTL ダイレクト速攻になりまして、60分の1以上は TTL 開放速攻というね、二段構えの速攻方式になっております。で、TTL ダイレクト速攻を採用したのは、このカメラが、おそらく世界初なんじゃないかな。TTL ダイレクト速攻というのはどういうことかっていうと、まあ、とりあえずレンズ外しましょうか。よいしょ。で、バルブにしてと。よっ。これ。こっちからのが見やすいか。見えるかな。あ、見えるね。この奥にね、レンズみたいのがついてるの分かりますかね。この中に。これがね、フィルムからの光の反射を拾ってるんですね。で、シャッターを切ってる間に、フィルムに当たってる光を速攻します。それでね、長時間録音してるときに、そのフィルムに十分な光が当たったとカメラが判断したらシャッターが切れるという、オートシャッターの時ですけど、まあそういう構造になっておりまして、特にね、これフラッシュ撮影の時に効果を発揮するということですね。オートフラッシュがね、自在に使えるということで、このカメラも、ちょっとメガネかけないとレンズつけない、オートシャッターがね、オートシャッターで、フラッシュを使えるというね、素晴らしいものになっております。よっ。よっと。ニコンばっかり扱ってたから、ちょっと、おかしいとか、ガチャガチャがついてるんだね、ニコンの爪がついてるんで、合わせやすいんで。それでですね、一応ね、試写してきたんですけども、今回使用したフィルムがね、ケントメアの400という白黒フィルムで撮ってきました。で、これ F3.5 なんですけども、一応その、ナイトショットね、夜景撮影も挑戦してみました。せっかくの TTL ダイレクト速攻なんでね。で、今回ね、大掃除の直後にね、フィルムスキャンしたんで、結構ね、ゴミが目立ちますが、ちょっともう取り直す、スキャンし直す時間もないんで、このまま行っちゃいますんで、それではここからは作例紹介になってまいります。はい、作例なんですけどもね、ちょっと今日はね、枚数がすごく多くなって
ております。ちょっとこれはね、ピントが全然来てない、アウトフォーカスの写真になってますね。夜景なんですけども、どれもこれもね、三脚なしで我慢して撮ってます。これはね、夕日の写真なんですけども、太陽がもろ入ってる割には比較的いい描写じゃないですかね。広々とした空とかを映すのに、やっぱ28ミリの画角が、効いておりますね。で、これはね、観覧車の写真ですけども、こういうね、大きなものをね、下から撮るのはね、非常にいいですね。これ、空をね、印象的な写真にしようと思って撮ったものです。はい、これはね、観覧車の一部を写しながらね、背景を広々と見せる、手法ですね。これはね、ちょっと斜めからね、レンズに光が入ったんです。結構これは、フレアが広がってしまいましたが、まあ、比較的逆光には強いレンズと言えるのではないでしょうか。これ手前の方にね、被写体を入れて奥を広く見せるっていうのは、これを、非広角ではよくやるやり方です。で、これ雪が降ってたんでね、これ長野県のオバステサービスエリアなんですけど、まあ、光は全然なかったんですけど、せっかく雪景色だったから、まあちょっと雪の写真でも撮ろうかっていうノリだったんですけど、やっぱり光がなかったらちょっと寂しいですね。まあ、雪の日の写真で光っていうのは非常に難しいんですけどね。光が出てるとき雪溶けちゃうんでね。まあこんな感じになりました。この、まあこのレンズですね。この、随行のね、G 随行オート W、28ミリの F3.5 っていうレンズなんですけどもね、これね、これ、凸レンズじゃない、オーレンズなのかな、これね、1枚目からね、こんな、平面よりはなんかへこんでるようにも見えますが、ちょっと触りたくないんで触らないんですけど、ほぼ平面のレンズがついておりますね。これ、フィルターじゃないですよ。レンズです。変わった設計になっています。非常にコンパクトな設計で、なおかつね、この今回、その、作例にもありますようにね、非常に逆光に強いレンズになっています。そんなに状態は良くないんですけどね、見事な写りになってくれました。実はあんま期待してなかったんですけどね、そこまで状態、良くないんでね、一番表のレンズに、カビ跡がね、一面に広がってるようなレンズなんでね、そんなに期待はしてなかったんですけど、なかなかいい描写になりました。このレンズ、いいレンズですね。まあ、評判通りという、ところでしょうか。まあ、28ミリって言ったらね、スナップにはちょっと広角になるんですね。できれば35ミリまでにしたいところなんですけどね、まあ、28ミリでもね、奥行きを広々とするような、場面ではね、まあ、十分スナップで使えますし、ちょっと絞ればね、結構パンフォーカスに近くなるんでね、被写界深度を深く取りたいという場合も有効に効いてきますね。このカメラとこのレンズの組み合わせなかなか良かったですね。で、オリンパスの特徴としてはね、このレンズのサイズがあんまり変わらないんですよ。50ミリでもね、28ミリでもね、中望遠クラスでもそんなに変わらない。とにかくちっちゃいんですね。もう大きさがね、全然ちっちゃい。ちょうど今日ここに F1 がありますけどね。わかりますかね、この大きさの差ね。これ同じ位置に、これね、わかりますよね。明らかに F1 がでかいんですね。で、まあ、F1 が重たいのはもうしょうがないんですけど、これはこういうカメラなんで。で、一回りちっちゃいということで、持ち歩きが非常に便利ですね。一眼レフカメラでちょっと大きめのハンドバッグだったら入る大きさです、このカメラ。で、非常に軽量です。なおかつね、シャッター待機10万回ということなんですけども、ただ、現状はね、そのもう1975年に発売されたカメラですから、もう45年ぐらい経ってるんですね。半世紀近く経ってるんで、半世紀近く前の電子カメラということでね、故障してる個体は非常に多いと思います。僕みたいにね、ギャンブルしてね、多分リセットしてないだろうみたいな感じで、ギャンブルして買うのもいいんですけど、
まあその時はね泣きを見ることも多々ありますのでご十分にご注意ください。まあ流通価格としてはね5000円前後からちゃんと動くもので保証があるものだったら1万を超えていくと思いますね。非常にいいカメラです。いいカメラですが、まあ、故障も怖いカメラになります。世界初の TTL ダイレクト速攻を、体験したい方ね、面白いですよこのカメラね。シャッターをオートにしてね、今絞り16なんですけど、よ、今シャッターね、開きっぱなしになってますけど、明るいところに、ほら明るいところに向けるとね、ずーっと今開きっぱなしですね。ほら明るいところに向けるとね、TTL ダイレクト速攻のセンサーがね、あ光が入った、フィルムに十分な光が当たったみたいな感じでね、シャッターを制御してくれるという非常にね興味深いカメラであります。はい、今日のカメラ紹介はここまで。ここからはね視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーですね。ハンドルネームがヒデさんでいいのかな。二次ゴーストを送ります。ということですね。投稿は初めてですね。ね、カメラが、コニカ FP。レンズがヘキサノン 52mmF1.8。かなり開放に近いと思いますということですね。で、作品なんですけどもね、手前の方にね、斜めに走ってるのがこれ二次ゴーストですね。これもうちょっとねはっきりね出ていればよかったんですけど、色的にはね虹にあまり見えない色ですけども、まあやや二次ゴーストって感じですかね。レンズの、中に、強い光が入ってね、虹状のゴーストが出る。ねちょっと前のね動画で、キヤノンのね FL50mmF1.4 の初期型で二次ゴーストが出るというねことをしましたけど、コニカのレンズでも出るみたいですね。これね、2枚ですけども、これ珍しい現象、2枚とも同じような位置で縦位置横位置に二次色のゴーストが出ておりますね。はい、ヒデさんありがとうございます。次がねポンポコさんの作品ですね。タイトルがね残暑ということでね、カメラがね富士フィルム X10、日が沈んだ後の西の空に鐘つき堂のシルエットがくっきり浮かんでました。手前のススキが晩秋の雰囲気を醸し出していると思います。これ非常にいい作品ですね。ほんの少し手ぶれがあるものの、まあほぼわからないという感じで、シャッタースピード結構これ遅かったんじゃないかな。まあ色的にはね素晴らしい色に出ておりますが、なんでこれスクエアに近い作品なんだろうな。もしかしてインスタグラムかなんかに出したやつかもしれないですね。はい、ボンボクさんありがとうございます。で次はねサムライジャパンさんから2枚ですね。1枚目がね残り少ない日差しの中でペンタックス K01、SMC タクマ 50mmF1.4、2枚目が、カモエ内の妖怪も自粛中ということで、これ同じカメラレンズかな。で1枚目からいきますけど、これ非常にね素晴らしい写真になっております。ちょっと昨週に撮ったデジタル整理中に出てきた1枚ということですね。で2枚目の方はね、カモエナイっていうところの妖怪、道の駅かなんかにあるのかな、漂着物で作られたオブジェということですけどね、マスクつけてるんですね。これなんとも言えないね、股間の部分にちょっと目がいってしまいますけどね。面白い、人形になっておりますね。サムライジャパンさんありがとうございます。次はねダムお猿さんですね。明けましておめでとうございます。自分年末年始が1年で一番仕事のピークを迎えたのフィルムカメラで写真を撮る暇がなく、7連勤のあと休みにデジイチで撮った写真になります。タイトルは影。機材ペンタックス KM に SMC ペンタックス DA50 から200 F4 から 5.6 EDRR を使用、ということですね。でこれもまた非常にいい写真になっておりますね。手前のこれ止まれか徐行か分かんないですけど、三角のね、道路標識を完全にシルエットにして、
UK を取られたということでね、これペンタックスのデジタルで、UK を取ると結構印象的な色になりがちですね。これはこういう設定なんでしょうけどもね、これなかなか素晴らしい写真、これ50ミリ側で撮ったのか、それにその割には、ちょっと広がりがある感じの写真になっておりますね。はい、ダムおさるさんありがとうございます。次がね、これはお名前はないみたいね、ないみたいね。JF28 さんでいいかな。初投稿ですね。おたきさんの YouTube を見まして、約20年ぶりにフィルムカメラを始めました。ありがとうございます。私の餌に引っかかっていただいて、まあ、これが目的なんですけどね。写真の腕は素人並みですが、作品を投稿させていただきますので、よろしくお願いします。塩カメラ、アサヒペンタックス SPF。レンズスーパータクマ 55mmF1.8、1枚目のタイトルは大根干したよ、2枚目がね、伊吹山と、N700A ということですね。で、作品なんですけどもね、これね、もうほのぼのとした大根干したよということなんですけど、これ切り干し大根ですね。こういう光景はね、もう田舎じゃないと見られないんですけども、滋賀県のね、北部の方に住んでおられるのかな。これ非常に、なんていうんですか、ほのぼのとした作品になりますね。2枚目の方はね、伊吹山とね、新幹線 N700A ということですね。伊吹山はね、僕は初めてスキーして思い入れのある場所であります。雪山を背景に疾走する新幹線を、見事に捉えております。はい、なんだっけ名前JF28 さんですね。ありがとうございます。1,2,3,4,5、5名ということで、待機者が5名ほど出ておりますが、少々お待ちくださいませ。5名ずつのね、区切りということになっておりますんでね。で、今回ね、ちょっと迷っております。タイトル画面ね、ちょっと迷っておりますんで、次回タイトル画面が変わっていくかもしれませんが、ちょっと今決めきれないでいます。迷ってます。まあ、そんなわけで次回のタイトル画面は多分変わります。今日の動画はね、実はここまでになります。俺のカメラと、やったやっちまったのコーナーはお休みになっていきます、ね。俺のカメラね、新しく購入したカメラとかね、そんなんでもいいんでね、それをね、できるだけ絵になる形で、かっこいい写真でね、投稿していただければ、面白い写真とかでもいいですけどね。以前もね、なんか買い物カゴにオリンパスペンが入っている、そのちっちゃい買い物カゴに入っている写真とかをタイトル画面にしたこともありましたけど、そういう面白い写真でもよろしいですし、素晴らしい景色の中で撮ったりでも、まあいいんですけどね、絵になる写真を。で、やったやっちまったのコーナーはもうそのまんまです。いいカメラ、安く買ったよとか、高い金払って買ったのにゴミだったとか、何でもいいんですけど、まあその辺のね、やったやっちまったのコーナー。あと、うちの近所のカメラ屋さんコーナーもね、一応募集しておりますので、もし投稿される方ありましたら、ぜひお願いします。今日の動画はね、こんな感じになります。コメントがね、もう全然追いついてないんですけど、仕事がね、暇になったらね、楽になるっていうのは普通の仕事なんですけど、トラックの場合、仕事が暇になったらね、遠くまで荷物を取りに行ったりして、負担が逆に増えたりするんですね。そんなわけでね、なかなかね、時間がないということで、もう今も実は仕事終わっててね、会社の前で無理やり撮影してるんですけども、家に帰ったらちょっと撮影でき、なかなかできないんでね。まあそんな感じでね、これからもね、まあどんどんね、カメラ関係の動画投稿して、参りますので、チャンネル登録の方ぜひ、あとコメントもね、全部に返していく予定でいますんで、コメントの方よろしくお願いします。あと高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんで、いつも言っておりますが、高評価の方もよろしくお願いします。はい、コロナウイルス、感染拡大しております。感染しないように皆様、気をつけて不要不急のね、外出などを控えるようにして、今、命を大事にしていきましょう。はい、それでは、ここで、動画おしまいです。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。